ニューオープンの注目点。続いては去年12月にオープン、色とりどりのスープが自慢の店をご紹介します。浜松市浜名区閑静な住宅街にあるスープラボ、日本庭園に佇む古民家で営業しています。もうめちゃくちゃいいところだなと思ってますね。庭屋さんが毎日管理してくださってる庭の中の古民家で営業させてもらってるので、のれんくぐったらちょっと違う世界が見えるように、そういう風に作りたいねっていうのは、はい、常々話してますね。定番メニューは国産豚を使ったタンシチュー。デミグラス風味のソースとよく絡み、肉のうまみが凝縮した一品です。まずは臭み取りたいんで、ワイン漬け込むのに、1日漬けて、煮込みももちろんありますけれども、出来上がりまでに3日間から4日間ぐらいかけて、仕込んでるので。こちらは西洋かぼちゃの一種、栗かぼちゃと人参を煮込んだスープ。かぼちゃの濃厚な甘みが口いっぱいに広がります。素材のポテンシャルを引き出すように作ってるつもりではいますけど、水分を出してとにかく水分を出すようにして炒めて、そのゆっくり手間暇かけると、その甘みが引き立つ、そのかぼちゃの良さが出るって僕は思ってるんで、そういうふうに作ってます。そしてピンク色に染まった独特な色味、新玉ねぎとビーツのポタージュは春をイメージしたスープ。玉ねぎの甘みがしっかり詰まったクリーミーな舌触りが特徴です。今は新玉がたくさん出てるんで、ちょっとした旬のものを入れようとは思ってるんで、新玉ねぎ使いたいっていうのと、あとビーツ使うとこうピンク色になるんで、春っぽい。そのトレイが華やかになるようなスープを作ってます。お客様が女性の方が多いので、やっぱそういう可愛いとか綺麗とかっていうのに、強く反応すると思うので、その見た目っていうのは味と同じぐらい大事だなとは思ってます。野菜たっぷりミネストローネはしっかりと出汁が効いたトマトベースのスープ。和風だし、昆布とかつおだしから取った出汁で、野菜は本当にもう10種類以上の野菜をたっぷり、もうスープっていうのはもう本当に食べる感じのイメージです。スープと相性のいいローストポークのサラダもおすすめ。これから一気に緑がわっと出て、今とはまた別世界の庭が広がるんじゃないかなとは思ってます。季節の移ろいを感じながら味わう彩り豊かな本格スープ、浜松市浜名区のスープラボです。